ご無沙汰しております、団長さん。傲慢？俺が傲慢だと？実力を持つ者が人を見下して何が悪い？お初にお目にかかります。ダルモア公国の宮廷魔導士フロレンスと申します。私は今皆さんがお探しになられている赤き甲冑の騎士、ガウェインに呪いをかけた魔導士であり彼の姉です。私はこの通り元気です。いつぞやは皆様に弟が大変お世話になりました。フロレンス、事前に頼りもよこさず訪ねてくるとは。何か緊急事態か？お察しの通り、我らの祖国ダルモア公国に危機が迫っています。危機だと？詳しく話してくれ。はい。近々ダルモアとウェールズ、フェードラッヘの間で同盟に向けての三国会談が開催されるのですが、フロレンスさんたちの国の王様とアグロバルさんとカール国王様がお話しするなんて、なんか不思議ですね。でも同盟に向けての会談なんだろう。なんでそれが危機になるんだよ。少し込み入った話になるのですが、実はダルモアとウェールズはもともと同盟国の関係にありました。しかしフェードラッヘとウェールズが争った際にダルモアは同盟国としての務めを果たさなかったのです。それって確かジークフリートがダルモアに行って話をつけてきたんだよな。ええ、フェードラッヘに利する行動をとって以来、ダルモアとウェールズの関係は険悪になってしまいました。今回の会談でウェールズとの対立が決定的となり、争いに発展するような事態は絶対に避けねばなりません。私もフロレンスさんとアグロバルさんたちが争うのは嫌です。そんな折にフェードラッヘを仲介して再びダルモアとウェールズの話し合いの場を設けることになりました。ダルモアの将来を考えてもここで改めて同盟を結ぶのが得策なのですが、どうにも不安が拭えずにいるのです。そこでガウェイン、今こそあなたのダルモアの英雄の力が必要な時です。わかった。今すぐ帰還しよう。だが俺を英雄などと呼ぶな。ごめんなさい。でも随分と物分かりがいいんですね。
お前や祖国には散々迷惑をかけたからな。それに、前に約束しただろう。成長したら必ず帰ると。今がその時だ。今こそ我が身を祖国の盾として使ってくれ。本当に成長しましたね、ガウェイン。というわけだ。団長、急で申し訳ないが、俺はしばらく船を離れる。当然ですよね。ボイラたちを置いていくなんて、そんな水臭いことしねえよな。まったく貴様らというやつは相変わらずのお人よしだな。まあいい、ではついてこい。皆様にまでご迷惑をおかけして申し訳ありません。いえ、ガウェインさんには私たちいつも助けられてますから、力になれたらって思ったんです。ありがとうございます。弟は本当に良い仲間に恵まれました。おい、祖国の危機なのだろう。バカみたいに無駄話をする暇があったら早く向かうぞ。聞き分けが良くなったかと思いきや、相変わらず口が悪いぜ。では団長さんたちもダルモアへの旅にしばしお付き合いください。おや、皆さんお揃いでどうかなさいましたか。甲冑の兄ちゃんってよ、自分の国の王様に殺されそうになったんだよな。なんつうか、大丈夫なのかよ。確かにまだ王とは和解できていません。ですがきっと大丈夫です。私が成長したガウェインの近況を王にお伝えしたところ、帰還自体を拒むようなことはなかったので。それに皆さんと旅を続けたガウェインはもう以前とは違いますから。私が仕える国ダルモア公国は本当に小さな国で、頻繁に他国や族から侵略行為を受けていました。ダルモア公国が有する兵力はお世辞にも強いとは言えません。むしろ非力な部類です。しかしガウェインは違いました。彼はいかなる者を相手にしようと敗北したことはありませんでした。数百を超える兵をたった一人で退ける姿は本当に勇ましかった。やがて強さにうぬぼれた彼は、これまでの武勲を利用し、自由奔放に身勝手に振る舞いました。
実績を上げ、実力もある分、誰も彼に口答えができなくなったのです。ダルモアの王ですらも。やがて、王はついに、彼をどうにかして誅殺しようと考え始めます。私は王に頼み込みました。必ず弟を改心させると。だからどうか考えを改めてほしいと。王は私の言葉を聞き入れ、処刑を考え直してくれたのです。そして私は彼に呪いをかけ、国を出て善行を積み、高慢な考えを改めるように告げたのです。確かにガウェインは変わったけど、やっぱり王様と和解しないことには会談に参加なんかできないよな。ごもっともな意見です。まずはハイランド様と和解していただかないことには始まりません。そうだな、オイラたちにできることがあったら何でも言ってくれ。ウェインさんが素敵な人だってことは私たちが一番よく知ってますから。皆様ありがとうございます。どうか弟をよろしくお願いいたします。何としても三国同盟を締結させねば。ハイランド様、お茶をお持ちいたしました。おお、これはあれか。先日行商人から買った例の高級茶だな。どれどれ。早速一口。陛下、ただいま帰還いたしました。あ、おお、フロレ、ガブッ。あちゃ、あちゃ、あちゃ。あ、ハイランド様。フロレンスよ、ご苦労だったな。ガウェインを無事に連れて帰ってきたのだな。
ガウェインの顔を見た途端にじんましんが。おいぼ、ハイランド様、負傷ガウェイン、ただいまダルモア公国に帰還いたしました。なっ、ガウェイン様が継承で呼ぶなんて、どういう風の吹き回しだ。フロレンスからとある気空団と共に旅をしているとは聞いたが。はい、それがこの者たちの気空団です。はじめましてハイランド様。よろしくな王様。こう見えてオイラたちは結構名の知れた気空団なんだぜ。見たところまだ子供ではないか。楽にしてよいぞ。俺はこの団長たちとの旅を経て改心し生まれ変わりました。ハイランド様、この場を借りて今までの無礼非礼の数々を心から謝罪いたします。ガウェイン。もちろんこの程度で今までの振る舞いが許されるとは考えておりません。そこで心を入れ替えた証に来たる三国会談に同席し、必ずやウェールズとの同盟を。おやおや、誰かと思えばガウェインじゃないか。ピートか、久しいな。おい、ピート騎士団長だろ。しかしお前、よくもまあのこのこと恥ずかしげもなく顔出せたもんだな。私が陛下に進言してこの場に連れて帰りました。ガウェインは必ずや同盟締結のための切り札となる、だっけ。それは改心しただの、国のために尽くすだの、口先では何とでも言えるさ。おい、ガウェインの傍若無人の数々をお忘れになったわけではないでしょう。それはね、あんな口先だけの謝罪で簡単に許して良いのでしょうか。俺にはガウェインの言葉をとても信じる気にはなれませんね。だってあのガウェインですよ。ピートの意見も最もだが。陛下、三国会談にガウェインを同席させねばウェールズとの同盟は叶いません。三国会談には現騎士団長である俺が同席すれば問題ありません。ダルモアにピートありと分かればウェールズも喜んで同盟を結ぶ。はっ、寝言は寝てから言え、バカが。貴様ごとき小者があのウェールズ相手に対等に渡り合えるわけがなかろう。見てください、ガウェインが醜い本性を表しました。ガウェイン、口を慎みなさい。俺はこの国のために真実を言ったまでだ。ピートでは荷が重いとな。
偉そうに言ってくれる。今やウェールズなど恐れるに足らず。ですが、ガウェインの存在が我が国にとって有利に働くのは否定しようがありません。有利？戦争の火種の間違いでは？な、さっきから聞いてりゃあのちょびひげ、なんか嫌なおっさんだな。ちょっと、B さんまでそんなこと言っちゃダメですよ。静まれ皆の者。ピートの意見はもっともだと思う。一度地に落ちた信頼を取り戻すのは生半可なことではないからな。当然だ。だが、フロレンスの顔に免じてガウェインに信頼回復のチャンスを与えたいとも思う。ありがとうございます。では三国会談には参加しても？いや、三国会談の前までに国民の信頼を回復することが参加の条件だ。お言葉ですが、何をもって回復とするのでしょう。会談はすぐそこまで迫っております。残念だが、これ以上の譲歩は無理だ。期日までに国民の信頼を回復できねば会談への参加は認められない。国民の信頼の回復、その条件で構いません。しかしフロレンスの言うように、形なきものをここにありと証明することは困難。よって証明の方法は期日と同様、明確に定めていただきたい。おい、王はこれ以上の譲歩は無理と。不明瞭な指示は上に立つ者としての資質が問われましょう。そうだな。では、お前を支持すると表明する国民たちの署名を集めてまいれ。署名の数は全国民の1割程度は欲しい。この短期間の間に1割も必要なのですか？ああ、簡単に達成できる目標では意味がないからな。基準は厳しくさせてもらった。その署名を信頼の証明とし、会談への参加の是非を判断するが、それでよいか？よい。ダルモアの未来のため必ずや。お前にそんな数の署名が集められるとは思わんが、まあせいぜい頑張ってくれ。ではこれにて失礼。相変わらずいけすかんやつだ。陛下、私たちも失礼いたします。では後日玉座の間にて会おう。ああ、もうなんでこんなことに。こうなったからにはやるしかないだろう。やるしかないって簡単に言うけど、国民の1割もの署名だなんて優に100人は超えてくるのに。
1割って100人以上も必要だったのかよ。大体皆はガウェインが改心したと知らないのに、どう署名を集めるつもり？それについては俺に考えがある。まあオイラたちも手伝うから心配するなって。みんなで力を合わせて署名を集めましょう。そうですね、団長さんたちがいればなんとかなる気がしてきました。なんだか面白そうだね。俺は団長の気空団にいる間に数え切れないほどの依頼をこなした経験がある。だから団長の気空団の一員として国民から依頼を募れば署名に応じてくれると思ってな。なるほど、試してみる価値はありそうですね。いいですか？おお、フロレンス様、どうかなされましたか？突然だが、今困っていることはないか？遠慮せずに何でも言ってみろ。ガウェイン様、お帰りになってたんですね。ありません、ごめんなさい。そうか、何よりだ。すみません、私たち気空団なんですけど、何か依頼したいことはないですか？依頼ね。あ、そういえば裏の畑の作物を荒らす魔物が出て困ってて。わかった、ではその魔物退治を引き受けよう。ありがとうござガウェイン様。さあ早く畑に案内してくれ。ああ忘れてました、魔物はトンと出なくなったんでした。では忙しいのでこれで失礼します。みんなを助けて信頼の署名を集めるガウェインさんの作戦が。こうなるのは予想してたけどよ。それにしても嫌われすぎだろう。でもガウェインさんって悪い人じゃないのに、どうしてここまで怖がられてるんでしょうか？以前にも軽くお話ししましたが、過去のガウェインの行いを考えると仕方のないことではあります。
っさん、ちんたらしてないで早く飯持ってこい。こっちは酒だおっさん、酒切れてんぞ。はい、ただいまお持ちいたします。ったく、誰のおかげでのんきに店なんかやれてるんだ。あ、そうそう、俺たちが命がけでダルマーの平和を守ってるからだよな、おっさん。ええ、おっしゃる通りです。会計は、ああ悪い、今日も持ち合わせがないからつけといてくれ。ですが前のつけもまだ。ああ、うるせえな。じゃあつけはこの店の平和維持費ってことでチャラだ。そんな。表に出ろ。ああ、んだてめえ。ガウェイン団長。奥で飲まれてたんですか。もっと早くお声をかけていただければご一緒したんですが。黙れ、いいからついてこい。平和ってやつはいざ手に入ってみるとありがたみがわからなくなるものだな。貴様らの血の気が多いのも平和のせいで暇になったからだろう。あ、いえ。ちょうどいい、俺も平和とやらに飽き飽きしていたところだ。暇つぶしに俺の相手をしろ。どうした、さっさと構えろ。来ないなら俺から行くぞ。無理です、団長とは戦いません。そうです、これは何かの誤解です。さっきまでの威勢はどうした、このふぬけどもが。言ってよ。口ほどにもない雑魚どもが、調子に乗って吠えるな。ふん、暇つぶしにもならん。貴様らは今をもって除名処分だ。選別代わりにそれをくれてやるから、あの店のツケを清算してこい。おいおい、またガウェイン様がウサバラシに部下をいじめてるぞ。ひどい英雄様もいたもんだね。部下もあんな上司で大変だ。
邪魔だ、どけ。ちくしょう、覚えてろよガウェイン。あのクソ野郎、ちょっと腕っぷしが強いからって調子に乗りやがってよ。絶対にぶっ殺してやるからな。そうして除名処分になった団員たちは徒党を組んでガウェインに復讐するも、あっけなく返り討ちにされ、ついには他国の兵や賊とも結託してガウェインを襲うようになりましたが、全てを圧倒的な力でねじ伏せました。何でも暴力で解決するのはよくねえけど、ガウェインだけが悪者って感じでもねえよな。はい、フロレンスさんみたいに理解してくれる人は誰もいなかったんでしょうか。私は姉という贔屓目もありますが、他の人はそうもいきませんので。さらに自尊心の高い弟の性格も災いして、孤立してしまうまで時間はかかりませんでした。このようにして横暴で傲慢な独裁者ガウェインは出来上がっていったんです。なるほどな、出会った頃のガウェインだったらそうなっても仕方ねえ感じがするな。姉という私がそばについていながらお恥ずかしい限りです。あの頃に皆さんのような方々に出会っていれば、運命は変わっていたかもしれませんね。フロレンスさん。おいフロレンス、昔のくだらん長話をしている暇があったら今をどうするか考えろ。あ、待ってくださいガウェイン。団長さんの言う通りですね。あんな風に口は悪いですが、根は優しくていい子なんです。もちろん知ってますよ、ガウェインさんの素敵なところいっぱい。ああ、いつもなんだかんだ文句は言うけど、結局困ってたら助けてくれるしな。はい、ガウェインさんには怒られながら守られたことも数えきれません。なんというか、すっごくシャイなだけで、とってもとっても優しい人ですよね。オイラたちの知ってるガウェインのいいところをみんなに教えてやろうぜ。皆さんありがとうございます。でもガウェイのいいところを伝えたくてもみんな逃げちまうからな。困りましたね。どうしたらガウェイさんを怖がらずに依頼を受けてもらえるんでしょうか。依頼の件なんですが、
私から頼めそうな当てがあるので、そこに行ってみてもいいですか？おお、なら早速行ってみようぜ。私、ガウェインさんを呼んできますね。なんだ、引っ張るんじゃない。実は私はダルモア公国の魔導師団の長を務めているんですが、そのツテを使って魔導師たちから依頼を受けられないかと考えまして。姉ちゃん、この国一の魔導師ってことか。やっぱりただ者じゃなかったんだな。フロレンスさんと親しいならお話ぐらいは聞いてもらえそうですね。すまない、お前にまで迷惑をかけて。いいえ、これぐらい何でもありません。さあ行きましょう。おっと、一足遅かったな。ピート、フロレンス、お前が魔導士どもを頼るのは目に見えてたからな。悪いんだが、今回の署名の件で魔導士どもに協力させるのは禁止させてもらった。あなたに何の権限があるんですか。勘違いするな、ハイランド様の許可は得ている。これは弟が乗り越えるべき問題だろ。仮にもこの国のお偉いさんである姉の権限を使うのは少しずるくないか。ふん、どうせまた貴様が悪知恵を働かせて王をそそのかしたのだろ。ご名答だが、命令を破ってみろ。会談への参加も即ご破産だ。それじゃあな、せいぜいあがいてくれよ。むき、心底嫌な野郎だぜ、あのちょびひげ。絶対に負けません。また町の皆さんに声をかけましょう。ええ、このままでは終われません。おいおい、ガウェイン様とフロレンス様、懲りずにまだやってるぞ。フロレンス様はいいとしても、ガウェイン様と関わりたい物好きなんていないだろう。あそこまで必死になるなんて、なんか哀れだよな。ああ、違いない。たかが依頼を受けるだけでこれほど難航するとはな。
ガウェインの顔を知らぬ者などこのダルモアにはいませんからね。おいおい、でもダルモアの国民から信頼を得なきゃならないんだろう。困りました。ねえねえ、猫探してくれない？は？お世話になってる宿に住み着いてる太った野良猫が数日前から行方不明でさ。その猫ちゃんを可愛がってた宿屋のおばあちゃんが元気なくなっちゃって。それを見てたらなんか僕まで悲しくなってきちゃってさ。おい、泣くんじゃない。あなたはガウェインが恐ろしくないのですか？え、なんで？そのガウェインって人の何が恐ろしいのさ。さっきからおたくら見てたんだけど、気空団かなんかへの依頼者を探してるんでしょ？必死になって頼んでるのにみんなに避けられてて、むしろ哀れだなって。なんだと？おい、あのハービー命知らずか。ガウェイン様にあんな口聞くなんて殺されるぞ。ってあそこの人たちが言ってたんだよね。貴様、ダルモアの民ではないな。うん、旅人だけど、それが何か？であれば依頼は引き受けられん。俺が求めているのは、ダルモア国民からの依頼だからな。なんでさ、ケチ、石頭のわからずや、バカ、アホ、マヌケ。言わせておけば。ガウェイン、ここは黙って依頼を引き受けなさい。だが今は無駄なことをしている場合では。無駄ではありません。周囲の者はあなたの一挙一動に注目しています。今はこの方の依頼を引き受けて、あなたの変化を少しでも周囲にアピールする時です。なるほど、一理あるな。こいつの態度は尺に触るが、今は藁にもすがりたいからな。仕方ない、俺が猫探しとやらを引き受けて。ん？君の名前はビーって言うんだね。空飛ぶ赤い竜なんてしびれる。まあな。で、こっちの青い髪の子がルリアだ。ルリアです、よろしくお願いします。こちらは青い髪の美少女か。透き通るような肌に綺麗な髪。はあ、僕も憧れちゃうな。美少女ですか？ありがとうございます。オイラとルリアはこいつが団長をしてる気空団のメンバーなんだ。おお、君が団長さんなのか。まだ若そうなのにすごいね。意志の強いまっすぐな瞳にどこか底知れない力を感じるね。きっとただものじゃないんだろうね君。おい貴様、猫探しはもういいのか。ん？そうだった
結局引き受けてくれるの？猫探し。ああ、引き受けてやるとも。本当に？やった、嬉しい。じゃあ早速お願いします。では、この依頼契約書に目を通した後、署名をしてもらえますか？オッケー。ふむふむ、で、署名署名と。ルーソル。そう、僕の名前はルーソル。よろしくね、ガウェイン君。慣れ慣れしく呼ぶな。名前も呼んじゃダメなの？そんなに怖い顔でカッカしないでよ。だからみんなに怖がられるんだよ。おのれ。申し遅れましたが、私はガウェインの姉のフロレンスと申します。ルーソルさん、その野良猫が住み着いていたという宿屋まで案内してもらえますか？もちろん。フロレンスさんと団長さんたちは僕の後についてきて。おい、俺も連れて行け。でも怖いからな。どうしようかな。やれやれ、なんかあのルーソルってやつが来てから急に賑やかになったな。ガウェインさんと妙に息が合っているような、不思議な人ですね。おい、聞いたか今の話。ああ、ガウェイン様が野良猫探しをするって、聞き間違いじゃないよな。あのガウェイン様が猫探しだなんて信じられない。俺たちも後を追って確かめてみるか。行くしかないだろう。俺もこのままじゃ気になって夜も眠れそうにないからな。さて、ここなんだけど、猫ちゃんをどうやって探そうか。猫は自身の拠点を中心として決まった範囲を行動すると聞いたことがあります。であれば、まずはこの宿の周辺を探してみるべきか。よし、じゃあ手分けして探すとするか。はい、頑張って猫ちゃんを探しましょう。おーい、猫ちゃん、出ておいで。猫さん、どこに隠れてますか？猫ちゃん、いたら返事をしてください。オイラは高いところを探してみるぜ。おい、どこに隠れている？おい猫、皆が心配しているぞ。観念して早く出てくるんだ。てか何その言い方。顔も怖いし、そんな犯人を追い詰めるみたいな口調じゃ全然ダメなんだけど。だったらどうすればいい？
猫ちゃん出ておいでってこんな風にもっと優しくさね、猫ちゃん出ておいで。ほらほら今度は声が小さいよ、もっと元気よく。猫ちゃん出ておいで。そうそうその調子で頼むよ。おいおい見ろよ、本当にガウェイン様が猫探ししてるぞ。しかも猫ちゃんだなんて、あれは本当にガウェイン様なのか。なんだこの人だかりは。ガウェインのやつまだ借りずに何かやってるのかよ。猫探しだと。猫ちゃんって腹痛い。なかなか見つからないもんだね。あと探していない場所はどこだ。そういえばガウェイン様が心を入れ替えたって噂が流れて全然信じてなかったけど、あんなに埃をかぶりながら必死に猫探ししてる姿を見ると噂は本当だったのかもな。周囲の野次馬どもがガウェインの改心に興味を持ち始めてるな。まったく親子ともとも目障りな奴らだ。万が一にもうまくいかれると困る。ちょっと邪魔してやるか。ねえねえガウェイン、あそこの廃屋の軒下なんかは調べてみた？いや、まだだが。じゃあちょっと探してみて。貴様の方が小さくて好都合だろう。なぜ俺に頼む？だって暗くて怖いじゃん。ねえお願いします。臆病者め、仕方ないな。おい、さすがガウェイン、頼りになる。おい、今何か光ったぞ。ちょっと見せて。あ、やっぱりニャンコの目だね。1,2,3,4,5,6。 あれ、何匹いるの？大きい猫のそばに子猫がいるみたいだぞ。なるほど、あの宿の野良猫は妊娠してて、母猫が子猫を安全に産むために人目を避けたってことか。よかった、無事に見つかったんですね猫さん。子猫ちゃんたちと一緒にこんなところに隠れていたんですね。そりゃ簡単には見つからないわけだぜ。無事に猫ちゃんが見つかってよかったな。ああ、これで宿屋のおばあさんも元気を取り戻すな。
俺たちの猫はこんなところにいたのか。見つけてくれてありがとね。その猫は俺たちが連れて帰るからどいてくれ。待て、本当に貴様らの猫か。証拠はあるんだろうな。証拠だ。じゃあお前らにはあんのかよ、この猫の飼い主っていう証拠がよ。そうそう、別に野良猫なんだから俺たちがどうしようと構わねえよな。それもそうなんだけどさ。おい、納得してどうする。しばらくはこの場所に猫をそっとしておいてくれないかな。はあ？今の話聞いてたのか。俺たちがどうしようと勝手だろう。分かったらどけ、このクソチビ。あなたたちには猫を飼う資格はありませんね。ああ、なんだと？不用意に子猫を触って人の匂いがつくと、母猫は子殺しをすることもあります。そうそう、だからせめて乳離れするまではそっとしといてあげてよ、ね。うるせえ！そんなこと知るかよ。ピート様の言う通り、ガウェインを挑発するぞ。これ以上邪魔するとぶっ殺すぞ。ああ、そろそろガウェインを切れさせる頃合いか。はあ、分かってたけど話し合いの余地はなさそうだね。先に手を出したな。それがどうしたよ。さあ反撃してこい。これでも食らえ。あれ、体が。おい、どうした。あれ、俺も動く。私の魔術であなたたちの体の自由を奪いました。ヒュン、かっこいい。僕の出る幕はなさそうだね。これ以上暴力を加えるというのなら、二度とこのような真似ができないように精神を破壊しますが、まだやりますか？いえ、もうしません。よろしい。助かった。さあ、これに懲りたら仲間を連れてどこかへ消えなさい。フロレンス、お前のおかげで助かった。いえ、ガウェイン、あなたが我慢してくれたからこの場が丸く収まりました。ガウェインさん、大丈夫ですか？あ、問題ない。団長たちも俺を信じて見守ってくれてありがとう。一時はどうなることかと思ったぜ。おい、今の見たか。ガウェイン様が殴られても手を出さないなんて、夢でも見てるのか。ああ、ガウェイン様は本当に心を入れ替えられたんだ。おいおい、なんかめちゃくちゃ驚かれてるぞ。でもガウェイン
さんのことをみんなに知ってもらえてよかったです。これで一件落着かな。ガウェイン様が改心されたのなら、今後はきっとロッド様のように国を守ってくださるに違いない。ああ、モルゴース様もご立派になられたガウェイン様を見たら大層お喜びになられるだろうな。ん？ロッドとモルゴースって誰だ？おい、ルーソル。依頼はこれで終わりだろ。ああ、うん。みんなも協力してくれて本当にありがとうね。おばあちゃんも泣いて喜んでくれるよ。それじゃあ、僕は早速報告しに行ってくるね。Thank you.